まあ、座ったりとか。で、なんか結構ひんやりしてるってもう22、3度ぐらいとかやから、やや寒いですね。じっとしてれば。ただ、ガイドの人が、後ろに控えてくれてるから、そこそこ奥に行けますけど、そういうのがなければ、ちょっと、なかなか行けないなと。で、この、鍾乳洞が割れたやつですね。あ、見てください。黒岩トカゲモドキです。これ、天然記念物なんですよ。北部の方にもいたんですね。こっちの方がちょっと嬉しい。あ、逃げた。